結構お客さんが入ってますね。無事に薪を調達してきました。針葉樹と広葉樹とあとは草木少々っていう感じですね。じゃああったかいところで叩き割っていきます。鹿の鳴き声がするな。お、いるな。聞こえますか？鹿がいますね。キョンじゃないな、鹿だな。鹿ならまあ可愛いもんなんですけど、ちょっとイノシシが来るのは勘弁してほしいな。この下実は水がね、水というか川が流れてるんで、鹿たちも水を飲みに来るんでしょう。時々立派な角を生やした鹿が徘徊してますね。
今日は春仕様ですね。乾杯。今日は味噌ラーメンなんですが、これに、はい、やみつきバタースパイスですね。これを今日の味噌ラーメンにかけていきます。たっぷりめにかければしっかりとバターの味がつくはずですね。で、混ぜる。めっちゃバターの味が効いてうめえな。うん、サイドメニューはレバニラ炒めですね。いただきます。美味しい。今日は味噌ラーメンとレバニラの中華ですね。今日も雨ですね。最近よう雨降るな。もうちょいで12時になりますんで、そろそろ眠りたいなと思います。今日はね、外鹿がうろうろしてるんで、雨降ってきたんで多分どっか行っちゃうんじゃないですかね。はい、じゃあ眠りたいと思います。おやすみなさい。